こんばんは。皆さんこんばんは。ナナちゃんこんばんは。ありがとうございます。皆さん来てくださって。今日の一番は、もう皆さん早い。めっちゃありがとうございます。もう朝、朝の配信に来ていただいた方のお名前がたくさん見えるのがすごい嬉しいです。朝、来ていただいた以外のお名前も見えるのも嬉しいです。こんばんは。朝ぶりです。朝ぶりの方。こんばんは。ありがとうございます。とこやろうさん。はい。朝来れなかった方もいると思うし、朝見てくださった方もいるかなって。もうなんか花火だ。すごい。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。今日ラグくって。タカさん、ありがとうございます。今日ちょっとラグいかもしれなくて、ちょっと遅くなっちゃうかもしれないんですけど、学校間に合った、全然間に合いました。遅刻せずに学校行きましたが、はい、カンタさん行きました。サナちゃんこんばんは。今日も寒いしおさん。そうですよね、本当に寒い。皆さんちょっと違和感あると思うんですけど、今日ちょっと髪の毛が外、なんかすごい、スノーボール、ありがとうございます。シンジさん、ありがとうございます。ヤッホー、サナちゃん、ジェイドさん、こんばんは。ありがとうございます。朝無理でした、スカイトさん。大丈夫です、全然ありがたいです。あとランク11位まであと2560ポイント。あ、そうなんです。学校はいつか、ちょっと学校の話をした後に今回の参加するイベントのお話をもう一回したいなって思います。学校、そう、学校はいつから冬休み、今日、間違えました、明日から冬休みで、今日が終了式だったんですけど、もう全然いや全然は嘘なんですけど、あ、てか全然嘘じゃなくて、全然間に合いました。完璧に学校は間に合って、学校行ったんですよ。そしたらクラス全然人いなくって、で一緒にいた友達と全然いないじゃんって話になって、で朝のホームルームが終わった後になんかいっぱい人が来だして、あ、でも今日風邪で休んでる人が多かったです。皆さん風邪とか大丈夫ですか？そう、風邪で休んでる子が多かったんです。学校すごい、花火たくさん、本当ですよね、すごい。そうですね、今日からイベント頑張らないとね、とこやろさん。はい、イベントのお話もお返します。この Dear Listener さん、私感謝の気持ちを伝えたいっていうやつで、今現在の順位が8位です。で、これが1位になったらどうなるかというと、ランキング1位から3位がの得点を言いますと、ランキング1位かつ80万ポイント達成者が高画質な写真を送ろう有名メーカーのデジタルカメラか、チェキ撮影バッチリデジタルチェキカメラか、写真がこれ1台でコンパクトなスマホプリンターのこの3つの中から好きなものが選べるっていうので、まず、すいません、通知がうるさいですね、すいません。この中でデジタルチェキカメラが私は狙っていて、でそのチェキももらったら、その皆さんとかにチェキをお渡しできたりするなと思って、したいなと思って、このチェキを狙っているということで1位を取りたいなと思っています。そしてランキング2位かつ80万ポイント達成者は、クオリティ高いイラストを送りたいなと、2個ピックセットかスマホ用チェキプリンターの2択で、3位が最上級のお礼をメッセージカードセットか、世界に一つだけのシールを手紙にシールが作れるキットのどっちかです。で、私はこの1位になって、チェキが欲しいんですよ、チェキカメラ。そしたら皆さんにちょっとこっそり住所などを聞いてお送りできたらなと思います。イベント8位、8位、こんばんは、私が来ました。カズさん、ありがとうございます。シベリアさんみたい、私が来たみたいな感じですね。リオンちゃんが来てるよ。リオンちゃん、こんばんは、ありがとうございます。見に来てくださって嬉しい、ありがとうございます。サナ、ハロー、サナ、ハロー、こんばんは。ベリーグリーンさん、ベリーグリーンさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。朝も夜もサナちゃんが見れて幸せ、ドピさん、ありがとうございます。もう朝も夜も皆さん本当に見てくださるのありがたいです、本当に。あ、で私ちょっと髪の毛がおかしいと思った方いると思うんですけど、外巻きの練習をずっとしてたんですよ。全然うまくいかなくって、でそれで、あ、ダメだと思って、もうさっきストレートに戻したらちょっと変な風になって、結構髪が伸びたんです。嬉しいんですよ、私は。すごい髪が伸びたことはすごい嬉しくって、見てください、ちょっと用意してます。風という口実、口実だったりしますか？でも私のすごい仲いい子は
39度ぐらいまで寝てました。私は大丈夫なんですけど、全然風邪の人多いですよね、アジさんですよね。すごい、もう結構風邪で休んでます。リオちゃん大丈夫ですか？風邪最近流行ってるのかな。お大事に。全く風邪の予兆なし。アンコロモチさん、私も予兆なしで、てかもう風邪というものひかないんですよ大体。バカだからですかね。なんかバカは風邪ひかないじゃないですか多分。だから私もちょっと喉痛い。ネオファイブさん大丈夫ですか？なんか私も痛くなってきた。なんかあれ、なんか喉痛いって考えると喉痛くなってきたかもしれない。感想ですね私は多分。こんばんは。お、こんばんは。こんばんは。うさみんとさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。さらちゃんも気をつけてね、風邪。ありがとうございます。ベッチさん、体が丈夫なんで大丈夫。ヤチさん大丈夫。イベント6位になりましたね。そう、ヤチさん、よく DM とかで毎日の日記みたいな感じでたくさん私にメッセージ送ってくださってありがとうございます。ちゃんと見てます。皆さんの DM も見てるんですけど、すごいありがとうございます。ツイートも DM も見てます。はい、トコヤロさん、絶対に1位取ろうね。取りたいです。ありがとうございます。ビラさん、おい、よろしくお願いします。タイミングやばいですよね。そう、通知が悪い癖ですね本当に。ティムジヨンゴさん、サラちゃんのチェキ当たったことないから欲しい。もうお送りしたい、送りたいです。チェキ欲しいよ。ヨンゴさん、送りたいです。パプリカさん、サラちゃんこんばんは。夜も会えて嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい、こちらこそ皆さん嬉しいです。ちょっともう今日学校から帰ってきて、ちょっと寝たんですね。ちょっと寝たら目がカピカピですね今。私が来た、シュウリアさんありがとうございます、来てくださって。もうなんかプリキュアみたいですね、プリキュアみたい。頑張ってゲットしよう、ゲットしたいです。サーチャーからチェキしてもらえ、チェキプレゼントもらえるチャンス、ヒロさん。でも、チェキ、お送りするにはチェキが必要ということだね。ネギさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。見てくださって、初めて見てくださってありがとうございます。白鳥さなです。高校2年生の17歳です。よろしくお願いします。ゴングマさん、こんばんは、出遅れた、全然ありがとうございます、来てくださって。リオン社長こんばんは。レイブさん、リオン社長、サラちゃん、コバワン、リュッツさん、コバワンです。いや、初めて聞きましたね、そのコバワンっていうの。訳し、いや、めっちゃ訳してますね。こんばんは、コバワン、こんばんは、コバワン。住所悪用してください。あれです、ピンポンダッシュしますねなら。もう突撃しに行くかもしれないです、みんなのうちに。朝こっそり見てました、シンジさん、ありがとうございます。こっそり。こっそりって可愛い、ありがとうございます。朝も夜もいつでもサナちゃんは可愛い、ありがとうございます。本当に嬉しいです。ちょっと目が一生乾燥してるんですけど、私目薬というものを持っていなくって、ちょっとゲットしたいなって思ってるところです。ハンプさん、朝のさらちゃんバッタバタだったね。はい、バッタバタでした。でも朝はいつもあんな感じですね、もうあの調子でいつも毎日過ごしてるんで、通常運転です、あれが。なんだろう、すごい乾燥してるから喉が痛いんですよ多分。あと5位まで1405ポイントです。ありがとうございます。皆さん星投げてくださって。ギフトも星もありがとうございます。パンプキン桃太郎さん。朝学校間に合った。間に合いました。無事です。もうめっちゃ間に合ったんですよ。めっちゃ間に合ったのに、全然学校に人いなくてびっくりしました。私、急いだのにと思いました。
伸びたね、伸びましたよね髪の毛。うん、今度は高めツインお願いします。あのもうこれで高めツインしたらもうやばいんですよ。何がやばいかって、もうあの何でしたっけ、モンスターズインクのマイクワゾウスキー、違う間違えた違う、マイクワゾウスキーじゃないモンスターズインクのブーになるんですよ私は。多分友達のお母さんにあの似てるって言われました。多分高めついたらこうなります私。だからこれのコスプレで多分一番うまくできる気がするんですよ本当に。この子、この子のコスプレ一番できると思います私。日本語を理解できるようになりたいです K01 さん。もう全然あの日本語で打ててるので全然大丈夫だと思います。大晦日はオールナイト、ユッキーさん、オールナイトってあのオールってことですか。多分オールじゃないです、オールじゃないんですけど、あの多分2時ぐらいまで起きてます毎年。多分おばあちゃん家であの年越し紅白を見終わる前に、紅白が終わる頃かな、年越しそば食べて、で紅白終わったないで10円の金切ってあげましたおめでとうございますって言った後に、あのそれぞれなんか好きなことっていうか、テレビ見る人もいれば寝る人もいるって感じなんですけど、私はだいたい寝ますね。なら寝ます、オールはないです、寝ます。え、でもオールしてみたいです。少し声枯れてないですよね、なんか、うん、あのあれですね、乾燥、乾燥、もう私も乾燥が一番の敵だと思ってます本当に。だから除湿、除湿を、あの除湿機みたいなあるじゃないですか、除湿、あの、か、あの、除湿機なんか除湿機、あの除湿機なんか出てくるやつあの出てくるやつがあのあったらいいなと思うんですけど、私そこにあるんですね、ちっちゃいこんくらいの、でもちっちゃいので効くと思います、このお部屋あの全部は見せたことないんですけど効くかな。ちょ、あの寝るときにまあ、つけるときはつけてるんですけど、たまに忘れるときがあって、怖いなって感じですね。おきむさんプレゼントありがとうございます。あとゾゾもお世話かりさんハートありがとうございます。あとトコエルさん星ありがとうございます。ゾゾもお世話かりさんハートいっぱいありがとうございます。おきむさんもプレゼントいっぱいありがとうございます。あ、すごいハートいっぱいありがとうございます。あとベニービーバットさんも星ありがとうございます。それでは合わせがかりそう、本当にあのハートたくさんありがとうございます。びっくり、めちゃめちゃめちゃある。花もメタルさんもありがとうございます、ハート。すごい、もう連続で連続でありがとうございます。加湿器、そう加湿器か、加湿器。じゃあ私はサリーのコスプレしようかな、やっちさん。サリー、あ、合うと思います、合うと思います。親子って感じじゃないですか、なんかサリーとブーは。ハーマイオニーのコスプレしてほしい、シベリアさん。ハーン、あ、ハーマイオニーってあれですかね、あ、なんか私あの何でしたっけ、ハロウィンでコスプレはしたんですけど、あのハーマイオニーの一応あの一応ハーマイオニーやってみたっぽい、ハーマイオニーはやったんですけど、あのちゃんとちょっとブロンドっぽいハーマイオニーをやってないので、あ、もう全部完璧に整えてやりたいですね。え、なら、ちょっと やろうと思います。なら今度そのブーのコスプレ、皆さん確かに似てる、うん、かわいいやん、かわいいやんって言ってくださるので、ここをこうやって思いっきり思いっきりここをピッてやって、あのピンクの T シャツ着てあの写真撮りたいなって思います。お、目が乾燥する、可愛いじゃない、めっちゃ見てみたい。え、多分もう私めっちゃ友達にも言われるんです、ビーンって。今ぐらいの髪の長さがいい感じ、本当ですか？ HK 白鳥お世話かりさん、ありがとうございます。
なら、もう、あの、でも私な、伸ばしたいんですよね、髪の毛。伸ばして、私は、あの、二十歳になったらというか、高校を卒業して、まあ、自由に髪を染めれる環境であれば、あの、ちょっと海外の、ちょっとブロンドっぽい、なんか、もう、海外の方の次元みたいな感じの色に染めてみたいなって思います。なのでそのために伸ばしたいんです私は。腹筋しながら見てます。ベリービーバットさんすごすぎます。ありがとうございます。除湿したらダメ。確かに除湿したら、はい、これ漢字見る限り、あの、排除する質なんでダメですね。逆に加湿か、加湿ありがとうございます。スチーマー、そう、スチーマーですね。寝る子は育つ、いちゃん61さんですね。寝てるんですね。あ、でも私朝得意なのでめっちゃ寝るってわけじゃないかもしれない。ベッチさん、お年玉もらえるかな。どうでしょう、もらえるのでしょうか。高校2年生はヘンドリックさん、今日も美少女で偉いね。ありがとうございます。褒めてくださって。なんかもう、偉いねって言われると、嬉しい気持ちになります。なんかもう、うんってなります。感想なら加湿では、確かに加湿でした。加湿しないと。花飲みたいし、除湿したらあかん。そうですよね。除湿したら、これ漢字見たらわかりますね。あ、スチーマーで、あの、加湿になるんですかね。ベニービバトさん、龍角散ダイレクトが良いです、喉に。確かに。ですよね。あの、カラオケ行くときとか、舐めたらいいって言いますよ。ティムジヨンゴさん、自分も乾燥かなと思ってたけど、コロナだったから気をつけて、気をつきます。確かに気づかないうちになってるかもしれないですよね。ちょっと様子見ます。何女おりまさん、何女だろう。8、え、どんぐらいなんでしょう。分からないけど、そんぐらいです。イベント3位、3位。いや、皆さんが星とかたくさん投げてくださるのでありがたいです。ありがとうございます。濡れタオルとか干しておくといいよ。ありがとうございます。シベリアさん、大きいの買った方がいいですよね。あの、フランフランに大きいのってあるんですよ。こういうなんかくびれてる形のおしゃんな、なんかちょっと高めのおしゃんなのがプランプランにあるんですよ。ピーンってやってるやつで、なんかあのアロマこうやって垂らしていい匂いフワンってなるやつがあるらしいんですけど、もう私もう部屋に物が多すぎてもう置く場所ないんですよ。もう大変ですね。でもそういうのは必要なものじゃないですか。買うべきですよ。大晦日でも夜は眠ります。風さんですよね。だって次の日初詣とか行くんですよ、多分1日で。初詣は楽しみたいじゃないですか。だから、まあ、ちゃんと寝てた方がいいかなみたいな感じで、てか疲れて寝ますね。え、紅白、ちょっと紅白楽しみじゃないですか。私紅白めっちゃ楽しみですね。今年多分釘付けになってテレビ見てます。ヒロさん、サナちゃんハーマイオニーに似合いそう。え、あの、やりますね。ご、かわいい、ありがとうございます。ハロウィンのコスプレはお化けだったよね、19年度ゆいおなさん。あ、そうですね、そうですね。学院祭の時とかっていうか、学院祭はお化けやってましたもん。で、顔見えなかったので、あの、こうやって SNS に載っけるのは顔見えるやつで、ちょっとあのグッて感じです。ゴールデン向かいのアシリパさん希望、サムさんさん、ちょっと待って調べてもいいですか。ゴールデン向かいじゃない、ゴールデンカムイですね。ゴールデンカムイ、
ちょっと待ってくださいね、ゴールデンカムイ。ゴールデンカムイ赤ブーで出てきたんですけど、またブー出てきたんですけど、アシーリッパさん、アシーリッパ、あーなるほど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 、あえでも私これこれですね、これですね、えでもちょっとわかります、ちょっとわかります、え良くないですか、えこれあのやってみたいです。特やるさ、さらちゃんのいろんな画像を見てみたいな、えいろいろやりたいですね。最初も言ってきましたからさ、ありがとうございます。さらちゃんの髪質好き、本当ですか、うん、それは嬉しいです。なんかでもこれはあの宿毛のおかげなんです。私もともとはもうこんな感じのテンパなので、私もうこれは宿毛のおかげで成り立ってる髪の毛なんです。ヒロさん、超10代っぽくていいかも、髪染めるのも。ですよね。なんか超10代のその今入ってる子というか、今それで活動してる子たち、あの超10代チャンネルとかで活動してる何子たちは染めてる子もたくさん いるじゃないですか。ハート100個ハケカッパさん、ありがとうございます。ズザンは抑えが来るさん、ハート1000個ありがとうございます。徳やらさん、さらちゃん絶対に金髪似合うと、もしかし黒髪に綺麗だから絶対見てたい、可愛いつみ、いや嬉しい、うん、嬉しい。でもなんかそん確かに黒髪を手放すのもちょっとなんかあの心ぐるあのちょっと心が痛いって、心が痛い、あの黒髪を手放すのもあのもったいない気もするんです。だって一回あの染めちゃったりしたら髪を切って痛むじゃないですか。でもあの人生は一度きりなので染めたいですね。布団から出るまで1時間かかるユキさん、長いっすね。なでも確かに私もちょっと10分ぐらいはかかります。えでももう本当にあのなんかバナナ食べるといいって聞きません、ね、なんか朝あの横にバナナ置いといてバナナ食べたら起きやすくなるみたいな聞いたことあるんですけど、どうですかね。学校マーチン入っていったの、うらしぶりさん、いやマーチン入ってきません。あのちゃんと学校指定のローハーを入ってきました。えマーチン入っていきたいところなんですけど、多分うんすごい怒られます。あの募集とかなったらあのさすがにもうあの泣き叫ぶと思うので。夢ぼたちゃんみたいな金髪似合いそう、そうなんです、ああいう感じで金髪したいんです。タラさん、はい、サイリュウさん、ハート100ありがとうございます。一気にサイン本当にありがたいです。え枝振ってウィンガーディアムレビオーサ言ってほしい、あなるほど、あそれが自分なんですね。ウィンガーディアムレビオーサ、あレビオーサ、ウィンガーウィンガーディアウィンガーで、よく早口言葉ですかこれ。ウィンガーディアムウィンガーディアムレビオーサ、これはちゃんとやった時にあのもっと練習して言うと言えるように なりますね。徳谷さん、この冬を元気に乗り越えるオリジナルドリンク作りの配信とかしてみたら面白そうかも。良いです良いです良いです、ありがとうございます。もうグッドなグッドな企画ありがとうございます。やってみます、早速明日からやりますね。ならこの冬体に良さそうな飲み物作ってみよう企画。紅白はパピュームパピュームパフュームさん見るよ、ですよね、そうですよね、絶対見たいんです。ロッタさん、見えてない部分にかなりものがあるのかな、
多分見えてる部分にもかなり物が出てるんですよ、私ここにも。まあ、てな感じで、あのこちら辺にもこっちにも、まあそこなんでもう大変なコートになってますね。もう洋服かけてるところはもう洋服がもうなんかたとえいい歌というもおいしいんですけど、あの千と千尋の出てくる何でしたっけ、あの千と千尋に出てくる布団に入る怪獣みたいな、千と千尋の神隠しお風呂、お風呂の神様、え皆さんお風呂の神様わかりますか。さお風呂の神様、ちょっと違った、ちょっと違ったんですけど、こういうの出てくるじゃないですか、こんなあのどでかいあのこういうものが出てくるんですよ、でバッシャーと入るんですけど、なんか今それの形に見えてもうこんな感じになってるこれあの秘密でお願いします。あの皆さんここにいる400、これ何回か言ってるんですけど秘密って474人、今見てくださって474人さんの皆さんの秘密でお願いします。あの洋服があのやばいことになってるな。ロジカ学さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ちょっと初めて見たお名前でした。白鳥です。でも紅白ちょっと K-POP が楽しみだなって思ってますね。紅白でお楽しでもあの Perfume さんも見たいし、でも紅白はもう毎年見てるので、でもなんかなんか紅白前なんで紅白見るんだろうとか思ってたんですよ。結構家族が見てるから見てたって感じなんですけど、ちょっと多分今年なんか徐々に紅白の良さが分かってきました。はい、ゴールデン向かい広瀬さん、ゴールデン向かい笑ちょっとなんか名前になっちゃいました。ゴールデンカムイでした。私ゴールデンカムイ途中まで見たんですけど飽きましたね。大丈夫か青い目のアシリッパさん、シンジさん、ちょっとやってみますね。ももクロの方を見るかも。なるほどなるほど。猫娘やってほしいな。猫娘って何ですか。日本に観光に来たイギリス人のコスプレとかどう確かに分かるよね。分からない微妙なラインのコスプレ面白いですね。アイブ出る猫もぐさ、そうなんです、アイブが出るんです。嬉しいです、本当に嬉しくて見ようと思って。初見です、牧太郎さん、ありがとうございます。嬉しいありがとうございます。白鳥様と言います。高校2年生の17歳で、今超アイドルオーディションというオーディションに参加してるんですけど、もうあのショールーム審査は合格させていただいて、あと合宿審査だけという形になってます。で今はディアリスナーさん、私感謝の気持ちを伝えたいのイベントに参加しています。応援よろしくお願いします。レンブンさん、ダイソーの USB 式加湿器にラベンダーのアルマウォーター入れて寝てます。なるほど、ダイソーで買えちゃうんですね。え、ちょっとダイソー見に行きます。私ダイソー近づくちょっと欲しいものあったので、まあのこういうあのブラシ関係なんですけど、またあ、これ何回もやってませんか、ここで肘を打つこと。でも今日はジーンって来てないです、大丈夫です。え、チャイナ服、チェヌクサナちゃん見たいです。ロッタさんありがとうございます。あのやりたいんです。でもメイドもやりたい。あ、メイドやったか、大丈夫ですね。チャイナ服やりたいです。
コチョウさんとかはアジさん。あ、いいですね。コチョウさん、え、でもコチョウさんっぽいですか、私。コチョウさんも、コチョウさんもいいですね。コチョウさん、なるほど、なるほど。かなちゃん、マシュマロさくらさん、かなさんお誕生日おめでとうございます。かなちゃんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイディアカナさん。ハッピーバースデイトゥーユー。おめでとうございます。おめでとうございます。いつもあの、素晴らしい、あの、絵を描いていただいて本当にありがとうございます。次、アバターがゲットできたら、かなさんの描いていただいたアバターを、あの、使いたいなって思っています。ありがとうございます。本当に。ラズベリーさん、学校のツリー元に戻ってましたか？え、学校のツリー、あの、通常運転で、学校のツリー通常運転で、あの、不思議な形をしてました。IG さん、サラちゃんには古典的なイギリスゴシック服着てみてほしい。え、私も着たいんです。なんかもう、ザ、イギリスゴシック？あ、でもそんな感じ、そんな感じ。なんか昔の、なんか、そういう、なんか、もう、え、レトロって言うんですかね、どんな感じなんだろう。え、わかります。でもそういうのをしてみたくって、はい、調べてたりしてました。あ、なるほど、イギリスゴシック。え、なんかあれみたい、ウェンズデー、ウェンズデーみたいですね。ウェンズデーみたい。え、やってみたいです。あ、私ウェンズデーちゃん の, あのコスプレしてみたいんですけど、あの、髪がないっていう。あ、登山防災係さん、あられちゃんのコスも似合いそう。それお母さんにも言われたことあるんです。やってみたいですね。ヒロさん、一つの TikTok 動画に10個くらいのコスプレを詰め合わせしたの。あ、なるほど、なるほど。え、私も多分見たことあります、その動画。時間と労力とお金とも大変ですよね。でもやってみたいです。暗い髪好きなのでインナーカラーでどうでしょう。え、いいですね。え、わかります。インナーカラーいいですね。私ピンクとかにしてみたいです。インナー。さらちゃん、ほよよって言ってください。ほよよ、ほよよ。タイラさん、ピアスはしたい、したいんですけど、ピアスはしたいです、正直。だけど、まあ、別にどっちでもいいかなと思うので、全然しなくてもいいかなと思いますね。きっとボブで同じで染めると、もうすぐ飽きるかも。ですよねー、飽きるかもしれないんですよねー。確かに、サラちゃんは肌が白いから、髪は黒の方が目立つと思うんだけど、あ、なるほど、ありがとうございます。確かにそう言われるとそうかもしれないです。なんか、確かになんかこれで金髪とかにしたら逆に顔がくすんで見えちゃいそうな感じがしますね。あ、待ってください。コメントがめちゃめちゃまだまだまだ、え、コメント、ラグエグかったですね、今。私も、あの、めっちゃ前のコメント読んでて、ちょっと、ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけ戻ってもいいですかね。ジョーさん、初見ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ほっぺかわいい。ありがとうございます。え、もうあのコメントがめっちゃ私前のコメントを読んでたみたいで、タイムラグエグみたいな感じですよね、多分。枕元にバナナ置いておくの、なんか朝からあの起きた瞬間バナナ食べたらいいみたいな聞きました。朝早く起きるためには。ロットさん、昔1日に3回髪染めたら髪の毛しあの大になったんですね。髪の毛が大なんですね。多分1日に3回ってもうあの通常じゃ考えられないですよね。だって大変だ。
ハリーポッター見えませんでしたか？見てないです、ハリーポッター。見ようと思って何で見れるんだろうって思ってあのネットフリで探したけどなくって、あのああの間違えました、あの足入れちゃいました。炙りカルビですか。この調子で1位に駆け上がる、ありがとうございます神田さん。あのあと1位まで82,977 ポイント、結構ありますね、結構ありますね、頑張ります。温かい飲み物もお願い、あもう温かいスムージー系とか分けて作りたいですね。血まみれのおっさん、今日大遅刻、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。待ってました。待ってました。毒ダミ茶飲んだことありますか？ないです。苦いやつですよね。え、すごい、ギフト、ありがとうございます。徳やろさん、あの、虹、ありがとうございます。あと、その中にもさくらさんの、あの、プレゼントもありがとうございます。で、かなさん、ハート、ありがとうございます。マシュマロさくらさんもハートありがとうございます。ロタさん、言葉遣い気をつけます、ごめんなさい、そんなことないです、大丈夫です、大丈夫です。あの私もうん、あのちょっと言っちゃったので、あれね、ココアとか似合うの絶対。ココア髪色ですか、リュウゼンさん。アーニャが似合いそう、ユッキーさん、私アーニャしたいんです。あの私推しのアイライフっていうグループわかりますか皆さん。あの TikTok でバズったアイライフちゃんがいるんですけど、え、わかる方いますか、アイライフ、え、わかる方いますか。トレーナー伸びちゃうよ、そうですよね、しんじさん。はい、やめます。ゆっきーさん、朝バナナでお猿になっちゃう。お猿になっちゃいますね、確かに。確かに、お猿になっちゃう。バナナ、今日やってみよう。今日今日今日明日、明日から、あの、私もちょっと枕元にバナナ置こうかなって。でも私、あの、朝強いんで大丈夫でした。はい。え、なんかテレビで見たんですよ、朝バナナがいいみたいな。ユッキーさんもメガネ持ってる、かけてみて、持ってます。これでメガネかけたらオフ感じゃないですか。ですよね、5分前ぐらいのものを読んでる感じかな、ゆえらさん。ですよね、ほんと。あのずっとコメントラグてて、はい、メガネです。サーニャ、サーニャ、アイスちゃん、あ、わからん、アンコールもちそうです。私アイスちゃん推しなんですよ。あのアイスちゃんっていう、あのアイライフにアイスちゃんっていう子がいて、アイスちゃん可愛いよね。ですよね、アイスちゃん可愛い。そう、アイスちゃんっていう子がアイライフっていうグループにいて、私その子をしてて、もうあのその子のインスタの投稿でアーニャのコスプレをしてたんですけど、もうアーニャをやってる人の中で一番可愛いって私は思ってます。やりたいなと思って。ティムジョンゴさん、3週間利用しました、ありがとうございます。アイリちゃんのヨルさんとヨルさんコスとコラボしてほしい。いや、恐れ多いですね、なんか恐れ多い。毒ダミちゃんに毒は入っていないわよ、はい、でももう、え、毒ダミちゃんってでも苦いんですか。もう苦かったら毒みたいですよね。バナナ買いに行こう、パプリカさん。え、なら私も明日バナナ、あ、バナナ買った、バナナ入れたそのスムージー明日作ろうかな。え、でもそんなただのバナナスムージーですよね、冬でも何も関係ないみたいな。メガネコ来た。え、なんかもうこれであの冬ココア飲んでたらもうなんか、でも私は多分あの目がいいので、あの多分っていうか視力 1.5 なんですよ。だからメガネあの必要ないんですけど、たまにファッションとしてメガネをかける時があって、今家にありました。ちまみれのさん、かわいい、ありがとうございます。
さっき声がエグくて、もうなんかひっくり、あ、ここら辺こうやって声の時押してるから赤くなっちゃった。メガネっ子、あられちゃんだ。あられちゃんっぽいな。もう一個ありますよ。あ、視界が良好ですね。メガネ、メガネかわいい、ありがとうございます。あられちゃん、あ、なんかずれてませんか。ちょっと待ってくださいね。メガネあるあるですかこれ。ちょっとあられちゃんっぽくないですか。これ黒メガネ。お、これはどういうことでしょう。よし、ね、これで進めていきます。あの視界が良好なのでこれだとここ入ってないんですよこれ。イエイって感じなのでこれで進めていきます。さらちゃんこんばんは。しゅうさんこんばんは、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。メガネもかわいい、ありがとうございます。お、勉強できそう。本当ですよね、これかけてたら勉強できそうなんですけど。そう、勉強で思い出しました、私はテストがあるんでした。はい、お正月明けたらテストがあるんです。1月中に頑張りますね。あの頑張ります。はい、頑張ります。もうここで宣言したので頑張ります。はい、しらとりは今回のテストなら、今回のテスト、今まで、あ、前回のテストより全部点数を上回るっていうのを目標でいきますね。宿題をもらった、あ、なんか送ってきました。内容、宿題の内容を送ってきました学校から。あられちゃん活用し。のどさんの髪型も可愛いね、ありがとうございます。 MKT さん、あられちゃん感強し。でもこれで、あの、もっと髪の毛がくるくるであれだったらよかったんですけど、でも私、このメガネで撮ってる TikTok があって、まだ公開してない、でそれあげたいんですけど、なんか変なとこに保存しちゃって、待ってください。え、皆さんに見せたい。あ、ない。ない。ない。あのなんか、かなり、このメガネで撮ってるのがあったんですよ。見せたかった、皆さんに見せたかった。はい、なかったです。はい、なかったです。消しちゃったかもしれない。サラちゃん、サナポターちゃんかわいい、ありがとうございます。ファービーオムさん、ありがとうございます。やっちさん、似合うし、メガネ姿似合うし、かわいいメガネ姿、ありがとうございます。これからメガネキャラで行こう、ゆうよのさん。え、メガネキャラはもうさよちゃん。ロッタさん、メガネ姿でニュース原稿読んでほしい。え、これだと、あの新聞のオーディション受かると思います、これで言ったら。なんか私ちっちゃい時、なんか新聞のオーディション受けた記憶があって、何が好きって言われて、食べることですって言った記憶があるっていう感じです。あ、受からなかったです、ちなみに。漫画の世界から飛び出してきた、ありがとうございます、新さん。ネオフェブさん、七三で蝶ネクタイお願いします。もうそれはもう森先生じゃないですか、それは。あ、メガネクイッとするのが可愛い。メガネの方ってこう自然になるんですね、多分クイッと。あ、でももうちょっとスマートにやるんですかね、こういう感じですかね。コモコさん、ありがとうございます。メガネのまま、んちゃお願いします。んちゃ。え、んちゃってもしかして、あの、あられちゃんですか。私あられちゃん見たことないので分からないですけど、んちゃって言うんですか、あられちゃん。適当に言ってみますね。んちゃ。送っていいですか。んちゃ。最近ショートからロングに したね。いや、逆です、ロングからショートにしました。ヘンドリックスさん、メガネサラちゃん圧倒的美少女で助かるな、嬉しい。なんかもうね、あの、ヘンドリックスさん毎日なんか美少女でありがとうとか、なんかもう
助かるとか、いやもうこちらこそ助かってます、ありがとうございます。メガネ姿でブレーブをかぶってほしい。あ、ブレーブあります。はい、H&M です。サリちゃん視力いいんだろ、羨ましい。いやいやいや、あのこれはもう遺伝にありがたいです。ハリーのコスプレの時のやつ、いやあのそれはまた違うやつです、あれはもっと丸かったです。黒縁も似合うね、ありがとうございます。私またもうラグすごいんですよ、コスプレじゃないコメントの、いてててあ、こういうことか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 、これで絵描いてそうじゃないですか。ちょっと天才画家みたいな感じで。ふこれでちょっと最後までいきたいと思います。あと10分間ちょっと恥ずかしい。何でも可愛いじゃないか、白鳥、ありがとうございます。ハート100個、500個、カンさんありがとうございます。テスト頑張ってありがとうございます。お勉強配信とか、コモコさん、あ、良きですね。皆さん私のお勉強にあの付き合ってくださいますか。私のお勉強に付き合ってください。あの私が分からないところがあったら、あの皆さんに聞きます。はい、学年末テスト、あ、学年末テスト、そう、もう学年末、あ、もう学年が、じゃ学年末じゃないんですよ、もうなんか学士テストみたいな、学士テストみたいな、もう学年始まりテストみたいな。メガネにキャップをかぶったらビンゴ、ビンゴ、佐野先生かわいい、あ、コナン、コナンみたい、ありがとうございます。サラちゃんは宿題早めにやっちゃうよね、ブラックトマトさん。え、あ、私そう、宿題はあの最初に終わらすタイプですね。でもあの後で自分の好きなことをもう思いっきりやるって。はい、休み明けテストファイトです、ありがとうございます。やちさん、あ、教科、ま、好きな教科ですか。美術です。ちょっと下にずらしてほしい、メガネ、こういうことですか。目見えますか皆さん。なんかなんかバカっぽくないですか、大丈夫ですか。なんかちょっとバカそうな、あの海外でちょっとあの間違ったコスプレをしてしまった女の子みたいな、なんかちょっとなんかヘンテコな発明とかしてそうな感じじゃないですか。分厚い英語の本読んでそうですよね、リュウセイさん。わかります。読まないです。宿題しながら配信しました。ありがとうございます。もうそれももう一石二鳥って感じで、一石二鳥って感じで私はもう、ありがたいです。はい。皆さんがいると多分やる気が出るんですよ。宿題で書き留めはあるのですか？あ、ないです、ないです。中学校の時まででした。やっと来れたよ、こんばんは、ありがとうございます。カブリンさん嬉しい。ちょっとあの行動が多いですね今日多動ですね今日。え、私あの今良いツッコミ持ってますねのところを見てるんですけども、あの前のコメント、あの違う、もう前すぎてわからないんですよ。もう私ならひあのレあのちょっとヒートアップじゃない、ヒートアップはしたらダメ、なんだっけ、あ、スピードアップしてきますね、スピードアップ。リアルアラレちゃんありがとうございます。シロさん初めて見ました、お名前ありがとうございます。かわいいウインクお願いします。はい人差し指でメガネの真ん中クイッと上げると完璧です。あ、下げてる下げてる、こういうことですね。ビンガーディム
さできそう。ビンガーディム、ビンガーディムアムレビオーサ。はい。うちゃってあられちゃんかわいい。あ、うちゃもあられちゃん、ありがとうございます。私今どこのコメントなんだろう。毎日もう私はコメントで迷子です。1位まであと48,896 ポイントです。まあ頑張ります。皆さんよろしくお願いします。ベレー帽、あ、今ベレー帽かぶってたこと、今ベレー帽かぶってるところです。私のコメントは、あのこんな、あの報告する前に、あの早くコメント追いつきたいですね。はい、公園でスケッチ似合うね。公園、あのこの間、あの公園行った時におじいさんが、あの公園でこういうの、これこういうの持って行って、こう絵を描いてて、こんな感じで、なんかちょっと私も絵描きたいなと思いました。隣で一緒に描きたいと思いました。人気漫画家のアシスタント役やってほしい。お仕事待ってます。はい、だから一回スクショタイムいきますね。美少女化した手塚治虫さんも面白いセンスがあります。サムさんさん、はい、スクショタイムいきます。せーの、ちょっと前髪が分厚い。はい、終わりです。待って、今の終わりです。気持ち悪かった。終わりです。はい、サシさんごめん、私全然勉強できないから力になれない。大丈夫です、私も勉強さらにできないです。ちょっと一回コメント上に行ってもよろしいですか。ごめんなさい、まあ、皆さんもあの本当に皆さんのコメントずっと読みたいんですよ。でも全部読みたいんですけど追いつかなくて、本当にありがとうございます。サラちゃんメガネありがとう。ヒートアップ、ヒートアップはダメですよね。うん、カナさんハート1000個ありがとうございます。サイリーさんハート500ありがとうございます。あとここのあのランキングの方を読んでいきたいなと思います。1位ヘンドリックスさんありがとうございます。2位さくらさんありがとうございます。そして3位しんじさんありがとうございます。4位ゾザモサイガカリさんありがとうございます。5位オッケムさんありがとうございます。6位マシュマロさくらさんありがとうございます。7位ダンボさんありがとうございます。8位トコヤロさんありがとうございます。そして9位カナさんありがとうございます。10位ベニービーバットさんありがとうございます。11位サイリーさんありがとうございます。12位ティムジー4号さんありがとうございます。13位、あれコメントに隠れてる、はなかっ、ん、ハゲクッパじゃん、ちょっと待って、あ、ちょっと間違えた、はなもめたらさんありがとうございます。シジさん名前呼ばれたのにおとつみした。絶妙のタイミングですね。サナちゃんお疲れ様、じゃあね、ブラックトマトさんじゃあねです、ありがとうございます。はい、あと14位サシさんありがとうございます。あと15位 MKT さんありがとうございます。コモコさん朝よりお疲れ様、お疲れ様です、ありがとうございます。やっと今来れたスルメタルさんありがとうございます。あと5分、あと5分やります、あと5分なので、あと5分でもあのいてくださったら嬉しいです。イエイ、ハート100個かぶりとありがとうございます。あ、皆さんまだ終わらないです、あと5分はあります。なんか顔が質素に見えませんか、眼鏡外した瞬間、プスン、なんか
なんか誰かのネタでありましたね、こういうやつ、あのメガネだけ取り残していくやつありましたよね、こうやって全然できてない、全然できてない、ポンみたいなやつありましたよね。今日は最後まで配信見るサラトさん、ありがとうございます。サラちゃん夏休み楽しんでね。はい、夏休みは、あ、夏休みじゃない、間違えた、冬休みか、冬休みどうしよう、まあ、冬休みはいろいろすることがあるんだと思います。あ、ズン、ズン、イーヨーさん、あ、メシヨーさん、え、誰だっけ、ズン、あの、でもズン、あの、はい、わかるんですよ、あの、顔はわかる、あと5分、イエイ、ユッチさん、イエイ、夏気分、もうまだ夏気分ですよ。夏休みの話が出てきてびっくりした。私もびっくりしました。毎日配信でめいいよ。あ、毎日配信でいいよ。ありがとうございます。そう、なんか毎日配信すると皆さん、あの、星を集めてくださったりする方もいらっしゃるので、あの、大変、ん？なんか負担になっちゃうかなって思うんですけど、でもなるべくたくさんのご人に、あの、見つけていただきたいので、あの、ま、毎日配信頑張りたいなと思います。明日も配信します。明日の配信、明日の朝の配信はある、え、そう、どうしようか悩んでて、夜長くしようかなみたいな、夜そのなんか飲み物系を作るなら長くしちゃおうかなみたいな感じで思ってます。シュウさん、メガネかけるベレー帽をかけるサミちゃんは可愛すぎる、ね、嬉しすぎる。ペコペコペッコリ45度、ペコペコペッコリ45度、毎日配信頑張ってシュウさん、お世話係さん、ありがとうございます。でもなんか最初は結構配信始めたての時はなんか難しかったんですよ、もうなんか、うん、難しかったんですけど、今は毎日でも全然なんかもう楽しいって感じです。星集めはもはや日課、ありがとうございます。ヒロさんさん、ヒロさんさん、ヒロさんなのにヒロさん、ヒロさんさんになりましたね。ヒロさん、ありがとうございます。鼻ゴシゴシ、あ、飯尾さんのネタね、45度、これもう飯尾さんって呼ぶかも分からない。45度とこんなやつですね。先に挨拶お疲れ様、またね、ありがとうございます。ブラックモアさん、あの、また来てくだされて嬉しいです、ありがとうございます。あと1分、あと1分、あと1分、もう5分なんてあっという間なんですね。皆さん、さなちゃんの MC 能力上がってきたから、いや、そうじゃないんですよ、皆さんのコメントがあるからなんです。あ、最初もあったんですけど、でもあの、なんか慣れてきたなんて感じはあります。でももっとあの語彙力を増やして、ちゃんとたくさんいろんな会話できるように頑張りたいなと思います。はい、さなちゃんまたね、今日も一緒ありがとう。じゃあもう終わりたいと思います。皆さん、あと一旦1分だと25,7401ポイントです。また明日頑張りたいなと思います。バイバイ皆さん、あの、2回配信ありがとうございました。バイバイ、はっはっはっバイバイ、ありがとうございました。ブチブチバイバイ。